ロベール・アンテルムは、コルシカ島のサルテーヌ生まれのフランスの詩人、作家、そして、レジスタンスの活動家である。第二次世界大戦中に、ブーヘンバルト強制収容所、ついでダッハウ強制収容所に連行された経験から、人類などの著作を残した。ロベール・アンテルムは1939年に、植民地省で秘書として働いていた、マルグリット・ディラスと結婚した。 1942年に夫妻は初めての子を授かるが出生時に死亡した。同じ年にデュラスは彼女の愛人となるディオニスマスコロに出会っている。第二次世界大戦中、ナチスによる占領下のフランスでデュラスとアンテルムはタイドクレジスタンス活動に参加した。1944年6月1日、彼らのグループはゲシタポに吸収され、デュラスは ジャック・モルランの助けを借りて、毎一発で難を逃れたが、アンテルムは逮捕された。当初は、フランス国内にある、コンピエニュロア・アリュ強制収容所に収容され、1944年8月17日に、ドイツ国内のブーヘンバルト強制収容所に移送された。その後、彼は、同強制収容所に属する、小さな作業班のアルバート・ガンダースハイムに連れて行かれ、 工場のそばの古い教会を転用した施設に収容された。終戦後の1945年4月、臨時政府の一員として、ダッハウで強制収容所の解放に立ち会っていたミッテランにより、死体置き場の片隅でアンテルムは発見された。何ヶ月にもわたる非常に過酷な状況での交流と、長知不正の感染で痩せ細って衰弱していたが、 ミッテランは彼をパリに連れ戻すことに成功した。妻マルグリットは夫の帰還を待っていた異常な時間を後に苦悩と題された小説として記した。アンテルムは1947年に強制収容所での出来事を綴った本人類を出版した。この本は強制収容所で亡くなった妹のマリー・ルイーズに捧げられた。アンテルムは 妻マルグリットと共に1945年、シテユニベルセルという出版社を設立した。この出版社はアンテルムの人類を含む3作品のみを出版しただけで消滅することになる。夫婦は1946年に離婚した。しかし、1959年に映画監督で舞台演出家のレモンルローの要請によって、ヘンリー・ジェームズの小説、 アスパンの恋文を二人で義曲化した時のように共に仕事をすることはあった。1946年にフランス共産党入党、雑誌はデタンモデルヌに寄稿していた。1950年共産党除名。アルジェリア戦争中、アンテルムはアルジェリア戦争における不服従の権利宣言の署名者の一人だった。1983年に脳血管障害を患い、 1990年10月26日に死去した。1996年、ガリーマール社は、アンテルムの未発表原稿を約60ページと、約30人の作家からの200ページを超えるエッセイと、証言からなる書籍を出版した。パリ13区の広場が2005年10月25日に、ロベール・アンテルム広場と名付けられた。フランスワ・ミッテラン国立図書館の南に位置する。 ロベール・アンテルム広場の道路標識、ありがとうございます。